ダッシュ算定第4レース女子の予選競争、内から1番2番3番4番5番6番です。スタートプラスセンターゼコースタート3号艇の4号艇のキーロコースから5号艇ミンマツ一郎1枠インクラ賞金に来る1号艇孫崎2号艇日高ザス全ては3号艇の小野を手がついて5号艇の土屋内をついては4号艇のキーと6号艇のミンマツでバックへと入りました。さあ2号艇5号艇の並走インコース2号艇の日高アウトコース5号艇の土屋3番手の1号艇4号艇広がってその後方は3号艇と6号艇一緒にマークの世界スタートは正常でした。トップ世界2号艇の日高1号艇4号艇サッと合わせる握って攻める5号艇の土屋ランホームに移るも内踏ん張ってリードは一定心は2号艇の日高2番手から追い切って水人線目指して5号艇の土屋3番手は1号艇4号艇マードサッサンレースは2周目と移っております。1マークのターンです。先頭は2号艇の日高いつこ対して5号艇の土屋ランつけて回ってバック側さあどうだ2号艇5号艇完全に並走インコース2号艇の日高アウトコース5号艇の土屋も粘って3番単独1号艇の孫崎ソロ候補4号艇キー3号艇の小野最高峰6号艇三松レースは2周目は黒攻防戦内粘る2号艇日高先前ももう一度前線が決まった5号艇地元の土屋ラン振り切った先頭5号艇土屋2番手押し込む2号艇の日高3番手1号艇の孫崎で上田家は5二1さあ地元水面でデビュー初より水人祭見えてきました。おめでとうございます。先頭5号艇の土屋ラン2番手は2号艇日高3番手1号艇の孫崎で上田家は5二1先頭5番土屋ラン水人祭のゴール。今率直なお気持ちいかがですか？やっと水人祭できて、はい、安心してます。どうですか？もうどっちも無我夢中でした？無我夢中すぎましたね。そうですか、はい、スタートタイミング的には いけた方ですか？いやいけてないんですけど、はい、5コースは個人的に好きなんで、はいはい、もうスタート行かなきゃあなるほどいけないと思って結構頑張りました。はい今日の船足の仕上がりいかがだったんですか？昨日よりかはいいんですけど、うんはい、やっぱり直線が全然ああなるほどですね。どうだったんですか？ゴールした直後はもう私が前にいる一番前にいると思ってもうすっごい安心しました。次なる目標はとりあえずいっぱい船券に絡んで、うん、今期 B1 に上がって、はいレディースオールスターに出たいっていうのが夢です。価値ある一着を取れたと思うのでこれからも諦めないレースで攻めて握っていこうと思うので応援よろしくお願いします。